オオカマスは、スズキメカマス科の甲骨魚、塩焼きなどにして食べる。なお、長崎県でオオカマスと呼ばれているのは、別種のカマスサワラである。西部太平洋、インド洋の熱帯域に広く分布する。東南アジアでは、大型個体が大量に水揚げされるが、日本では少ない。これまで、相模湾、和歌山県、土佐湾、機械島、奄美大島、瀬戸島、及び、 沖縄島から記録されている。2018年の文献に、うちの浦湾に水揚げされたという記述がある。体長90センチ。体はやや変側し、細長い。頭は尖る。鱗は小さい。体背面は緑がかった、暗色。体側面は銀白色。体側に服の地上の横尾が並ぶ。2機ある背びれは小さい。服部は第 背びれ規部よりも、やや前方にある。第二背びれと尻びれの最後尾にある南城は、他の南城よりも、わずかに長い。おひれ公園に、後方への出っ張りがないことで鬼かますと、区別できる。第一背びれ、一と城状南城。尻びれ、八南城。側線鱗、ろこ、124から134枚。内湾や珊瑚礁の浅所に生息。夜行性であるとされ。 昼間は大きな群れで遊泳する。ありがとうございます。